はい、アンホノカです。宇宙船内においていかに重力を作るか、回転させずに遠心力を使わずに根本的に重力を発生させる。それでは今日は2回目なんですが、前にここのアカウントでこんな試験をしました。以前の講義を、研究していれば解けることなんですが、どうしても入れなければならない項目が一つだけあります。重力と超伝導とはお互いに反対の作用なんです。重力と超伝導とは全く逆方向の作用です。Let's improve ventilation. Let's improve ventilation. Let's improve ventilation. Let's improve ventilation.次回は大自然と仲良くするにはどうしたらいいかということをやっていきます。